こんにちは。はいはい、こんにちは。さあ、豊さん、はい、今日は大先輩をお迎えしています。分かったんだよ、昔は。今もういいおじいちゃんになっちゃったけど。今もだいぶ後輩には優しく、はい、上の人には厳しくという。その辺もちょっといろいろ聞きたいですけれども、お伺いしたいですけれども、はい、元太陽ホエールズの平松雅治さんです、はい、よろしくお願いいたしま す, しいします。このセーターは遅いよ。いや、このセーターは免許会のね、ゴールデンプレイヤーズクラブってね。そうなんですね、はい、皆さんに配られるんですかね。そうそう、これがね、すごく着やすくて、あったかくて、はいはい、これ、カシミヤなんで、カシミヤでね、あったかそうです。でも、太陽では、はい、まあ、各球団200勝投手っていうのは、はい、結構出てるけど、はい、太陽では1人だけなの。唯一2000本打った人がたくさんいるけど、はい、まあ、唯一たくさんもいないだろう。まあ、たくさんですよ、まだ。まあ、松原さんと、石井拓と、うん、あ、駒田も入ってるのか。駒田も入ってる、ね、入ってきてね。でもピッチャーでは平松さんだけ、唯一なんですね。まあ、あの西武とかいろいろ合わせて佐々木も入ってるけど、はい、まあ、200勝という純粋にね、勝った人っていうのはあの弱い太陽でね、平松さん。いや、弱かったじゃないですか、我々の頃。お前もやってたじゃないですか。やっちゃうの大変でしたよ。いや、いい選手だったんですよ。そうなんです、ね。まあ、豊かな話は、あの、出てるか出てないかわからないけど、はい、ドラフト2位3位です。あ、3位が、僕の話よりも、うん、平松さん、平松さんドラフト2位なんですね。まあ2位というか、甲子園で選抜で優勝して、うん、中日のドラフト4位を蹴って、はい、でエネオスに入ったんですよね。いやいや、まあそもそもそれはだいぶ話が飛んでるんだけども、昭和40年で甲子園優勝して、その前からもう巨人大好きで、子供の頃からもう巨人に入りたくて、それが夢でしてね。で、昭和40年の甲子園で優勝した時に、あ、これで巨人に入れるわと。そしたらその夏が終わって9月ぐらいに、来年のプロ野球の新人の取り方はドラフト制度っていうのが新聞にある日一面で出ましてね。それまでなかったんですよね、ドラフト制度って、ね、ないない。そう、我々の前年の、あの一級先輩は自由競争不利ですから、選手とそれから球団が話があってまとまったら、もうあのドラフトなんかくじなんかがなかったもんですから、なんだろうと思ったらそのくじだと、はい、でその新聞を持ってて監督の部屋に行ったら、あ、これはお前くじだよと。じゃあ私は巨人に行ったら、ああ、12分の1だなと思った時に、えらいことになったなと思った、はい、うん、そしたらね、まあ、ドラフトの確かね、あれが11月の23日でしたわ。よく覚えてますね。覚えてるけど、その辺はものすごく覚えてる。その頃はね、まだどんな状況の中でやってるのか知らないんだけども、まあ、スカウトっているよね、必ず、はい、本来やっぱりスカウトが話が来たりしてたんだけども、もう全く来ないし、なんか風の噂で巨人は1位を堀内が、甲府商業のね、堀内が、あの、取るらしいということがあって、じゃあプロ行くのをやめたと。うん、中日にかかったんですよね、4位で。だから、それな、中日は嫌だったんですか、やっぱ巨人の思いですか。だから、まあ、いわゆる他の球団に来て断るの嫌だから、もう私はプロ入りませんよと、プロ拒否宣言したにもかかわらず、中日がうちの家庭状況を調べたら、平松家はもう、あの、親一人だからお金出したら取れると、うんうん、ということでドラフト4位で上げたわけです。でも4位って言ったらカチンときたでしょ。いやいや、もう勝ちも何もない、入る気ない、入る気ないんだから。でも、いや、入る気があったら、いや、それにしても平松さんの性格と強気を考えると、いやいや、それは容易だ、ふざけんなよ。いやいや、そんなの俺もう入るつもりはないんで、うん、1位であっても2位であっても3位でまるっきり知らない。もう巨人が取ってなければ、しか頭なかったんですよね。巨人が2位だったらどうだっただろうなっていうことは考えたと思うけど、まあ2位じゃないんで、中日が4位だったんで、もう入りませんと。でも、巨人のその強い思いっていうのは、うん、どういうとこから生まれたんですか。いや、それはやっぱり、あの、子供の頃、もう本当に、あの、テレビを見ても、ラジオを聞いても、巨人とどこどこ、うん、巨人と阪神、巨人と太陽、巨人と、まあ、スワローズというの、うん、そういうことなんで、もう巨人のメンバーは一番からずっと全部メンバー入るけども、太陽でさえメンバー入らなかったくらい、本当自然的に見てるものが巨人なんで、やっぱ巨人。そして昭和33年に長嶋さんが入られてね、あの長嶋さんのものすごい魅力があったんで、もうなお巨人でやりたい、
まあそれをバックに投げたいと応援をバックにね、いいですよね。もうそれはね、本当子供の頃の夢の夢で、これを実現したいっていうことをずっと思って野球をしてきたもんですから、でまあその先言ったそのドラフトって、12分の1冗談じゃないわというふうに思ってた、でもまあ蹴ってエネオスに社会人で入りましたよね、またドラフトでもちろん2回目を示されなかった、この2回目を待ったわけだから、1回目はスカウトの何も連絡なんかなかったんで、2回目はもう毎日会社に電話かかってきて、巨人のスカウトだと、君を必ず次回のあれ1位にするから返事をくれと。それ直接ですか？直接だから、当時直接だったんですね。直接、もうそれはスカウトの名前もちゃんと覚えてるよ、その2人の方が電話して、返事が聞きたいと。誰ですかそのスカウト？いや、その内堀さんと木戸さんってもう有名なスカウトですよ。でも毎日電話かかってくるというのは、スカウトはそれが仕事だから、選手が OK を出してくれて初めて仕事が終わるわけなんで、あ、これで平松 OK 出してくれた、 OK だぞと裏から考えると、その何人もいたと思うの、ドラフト1位をしたいのが、まあ候補はですね、候補で、スカウトの点は平松をドラフトにしました、1位にしました、来ませんじゃこれは仕事になってないわけ、まあ、かっこつかないですよね。そうということだから聞くわけよ。俺にも聞いただろうし、当時立教の土田さんってキャッチャーのね、この人を取るんだけども、この人にも君を1位にするよと、で他にも何人もそういう話をして、承諾を得てないとスカウトの仕事はなってないわけだから、ああ何人もいたんだな、その中で2回目の巨人のドラフト1位は立教大学の土田キャッチャー、この人がまた岡山の人だね。変な変な。いや岡山レベル高かったのもその時。松岡弘さんもそうですね。松岡だから森安ね。星野仙さんが一つ上だから。あ、一つ上です、大杉さんとか。大杉さんは二つ上で。二つ上で。いや、岡山ってすごいレベルが高かったのその時。まあそんなことでその OK を出したんですよ、もうそれはね。もう OK 出せばもう子供の頃の夢が叶うじゃない。もうそれは、でも私は社会人としてみんなと共に社会人のナンバーワンになりたくて一生懸命やってるんで、自分だけがこういう硬いところもあるのよ。自分だけがそんなプロのあれをしちゃいかんと思ってずっと断り続けたんだけど、やっぱりプロの方がスカートの方がやっぱりしつこくて大変すごいよね、でまあもう10回目か十何回目かに OK を出したわけですよ。はあ、これで自分の夢が叶えた2回目を間違いなくドラフトしてくれると。キャッチね、だから前日ドラフト会議の前日はもうね、この日本石油の轟のグラウンドに明日はもうこれ100人ぐらいの報道関係記者が来るだろう、何喋ろうかな、何考え話そうかな、もうそこまで考えたら、そうです、そりゃそうだよ。いやいや、それは分かりますよね、気持ちは。そうですよね。そして当日大体11時ぐらいが始まるから、もう12時過ぎぐらいがある程度結果が出てるからね、誰も来ないのよ。いやー、これ一人も来ないし、もうドラフト終わってんのに1時になっても来ません、2時になって来ません、3時ぐらいに一人だけ新聞記者の人が来られて、もうその時、あ、これ巨人は私を指名しなかったなと、騙されたなと。で一人来て、もうちょうど私がもう一番下でしたからボールを片付けてたのね。でボールを拭いてる時に来て、誰でどこでしたって言ったら太陽だってわけ、巨人は辻田だって言った時に、悔しくて悔しくてね、騙されて、もうまあ、これから出ますけど、ボールがあのボールがね、ぐっと曲がるぐらいに、今に見て俺巨人め、川上監督め、その気持ちはすごかった、それで太陽に2位だけども入ろうと思ったんですか、いやいや当時。今って社会人行ったら高校から行くと3年とか、ない当時はもう1年でよかったんですか。1年でも半年でも1ヶ月でもいつでも入れるわけで。あ、そうですか。そんな期限というのはなかった。なかったんですか。なかった。で私はまあでももう1年待ってもよかったわけでしょ、それだったら。で都市対抗で優勝しちゃってるから、42年に、
41年に日本石油入って、まあその日本石油の私の使命というのは都市対抗の一番社会人の大会で優勝すると、はい、で、当時誘ってくれた野球部長はお前はもう都市対抗優勝するまで絶対出さんぞっていうような話をされてましたけど、まあそういうこともあった、絶対都市対抗で優勝しなきゃいけないという使命を思いながらやってたわけで、41年は負けたの、うん、準決勝でサヨナラホームランを打たれてね、うん、それからよし、じゃあもう来年は絶対優勝しようといったところで40年で優勝しちゃったもんだから、その社会人としてやる仕事というか気持ちがもうないんだよね、目標が、うん、優勝しちゃったしね。そう、はい、それで太陽は当時、まあ、先輩の高校の先輩の秋山さんと土井さんがドラフトになった時にオーナーから「そのまま2人行ってこい」と、先輩なんだからって、もう私の田舎まで来てくれたんで、そういう背景もあって周りから、まあ自分の好きなところへ巨人へ行くのもまあいいだろうけど、壊れてね、来てくれっていうところへで仕事するのも一つ男だよということを言われてね、もうすごい選択でしたね。うん、でもなんか今振り返ってもめちゃくちゃ悔しそうですね。そりゃ悔しい。今でもなんかふつふつと、うん、なんかこう湧き上がってくるものってやっぱありますよね。まあ巨人キラーになったのも、うん、でもね、巨人に入ってたら私はバッターになってると思うんですよね。川上さんが甲子園のを見て、まあ、優勝してる時に平松はバッターで取れというふうに、川上さんは王さんもバッターにしたし柴田さんもバッターにしたんで、そのやっぱりこのバッターなんかこう着眼というところがあって、平松はピッチャーにしろって、ピッチャーが良ければ川上さん取ったような気がするんだけど、あいつはもうバッターの方がいいっていうことで、だってホームラン25本打ってるからね。そうですよね。そうそうバッティングが、俺も見たことあるけど生のホームラン。そうでした。リストが強いんですよ。まあその話はまたね、はい。